て、本当にメイドなんですか？何よ、ボカラスティックに。日本語でよくね？いや、普段からメイドらしいことしてるの見かけないなーって。確かに私はスーパーでアイドルなゲーマーメイドだけども。そこまで言ってない。メイドって言うからには、家事全般をこなすべきなんじゃない？うるさいやーい！何？急に大声出して。メイドだからとか決めつけんのよくない！そこまで必死に言わなくても。ふんだ！私お仕事行ってくる。トントン。おー、怒らせちゃった。次の日。やっぱり。メイドだから何かしないといけないかな。すっごい気にしてる。そうですね。家事以外でも何か特技みたいなものがあればいいんじゃないですかね。特技。玉乗りとか？玉乗り？見てよ、船長。これ何だと思う？玉乗りだよ。ははははこれよくない？これよくない。ここはやっぱり、お料理とか、お掃除とか、基本的なのがいいと思うな。やだ、めんどくさい。ゲームのお手伝いみたいでいい。まあ、ゲームお手伝いメイドも可愛いとは思いますが。そう、メイドってのは何も家事を必ずしないといけないわけじゃないの。メイドの形態は様々なの。だから私は私でいいの。急に事故を肯定してきましたね。でも特技はあったらいいよね。一発芸のようなものがあれば。はい？そんなわけで早速、玉乗りをやりたいと思います。いや、危ないでしょ。アイドルなんだからもっと別の。アイドルの定義を押し付けるな。めんどくせえ。見なさい、これがみなとアクアの玉乗りだ。トー船長。動物みたい。いやーん、だったら見本見せてよ。いいですよ、やったことないけど。要はバランスが大事ってことで。いやーん。こけちゃってんじゃん、無理しちゃって。どうしたの、船長。やっちゃった。え？